大丈夫です。はじめまして、キリュウマイと言います。日本から来ました。日本で一応映画を中心というか多く、役者のお仕事をさせていただいてます。Comment avez-vous débuté dans l'industrie du cinéma? 本当に一番最初のデビューは、マホロ駅前協奏曲という日本の映画で、でもそれはもうエキストラぐらいの、ワンシーン、ツーシーンぐらいの、小さいところというか、で、そこが映画の現場に入ったのは初めてでした。Bon, je vous posais quelques questions sur le film. Est-ce que vous avez appris un dialecte particulier pour vous rapprocher du personnage? 彼女は群馬ですね。群馬県の方言を少し取り入れて話をしています。私の地元の方言とは違うんですけど、ちょっと近いところがあったような気はします。Lors du film, il y a beaucoup de chants et de danses traditionnelles. Est-ce que vous avez étudié ces chants en question pour interpréter les scènes? と相撲と他に練習したのがその歌と踊りで、本当に中で歌っている「いっちゃな節」っていう歌はいろいろ割とこう歌詞もちょっとずつ違っていて、なので、元のものを参考にしながら少し変えてやったりはしていて、でも踊りはほぼ近いものをやってます。あと相撲人口っていうものは多分完全に当時のものを今も歌っています。Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce rôle? そうですね。オーディションの時は脚本を全部いただくわけではなく、やるシーンをいただいて、なんとなくというか、ざっくりとした全体だけをこう教えてもらって、いて確か望んだんですけど、その中でもやっぱり彼女の花菊のまっすぐなところだったり、決して器用ではないけど自分が見て感動したものに対して、女相撲に対してこう一つ行動を起こして始めたっていう部分が、私はすごく憧れるなと思う部分があって、この役をやりたいと思います。Qu'est-ce qui était le plus difficile pour vous lors de l'interprète, lorsque vous avez joué ce rôle? 難しかったな。そうですね。やっぱりもちろん相撲はすごく大変だったんですけど、あとは彼女がこう逃げ出した後に連れ戻されてだったり、古田大二郎とか中浜哲だったりとか、千川っていう自分が近いと感じていた人たちが自分の前からいなくなってしまってっていうところから、その中でまた自分はやることがあってっていう部分をこうやるのをすごくこう苦労した覚えがあるというか、映画全体を通してすごく監督にもスタッフの皆さんにも役者の方にも向き合わなきゃいけないタイミングが多かったので、ほぼ全部苦労しました。Pourquoi, selon vous, vous pensez avoir été choisi pour ce rôle? でも、監督がもともとやっぱりヒロインに選ぶ子は、また他の役の人たちも、特に女力士の人たちの役の人はみんなそうなんですけど、地の部分が近い人を選んでいるので、きっと近い部分があったんだと思うんですけど、自分で思うのは、器用ではないっていうのはすごく似ているなと思います。彼女の場合はすごく行動を起こすし、声に出して自分がどうなりたいかを言うので、ここは彼女の方がずっと私は強いなって感じるんですけど、それがこう、トントン上手にいけるわけではないのは、すごい自分と似てるのかなと
Le thème du film, c'est un thème vraiment peu commun. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi le sumo féminin, il est peu connu aujourd'hui au Japon? そうですよね。やっぱりこう多分実際に実在した期間もあまりやっぱり長くないっていうのもあるでしょうし、何より日本の国技として男性の大相撲っていうものがすごくもう一つとして成り立っていて、そういう部分もあるのかなと思いますし、あとは若い人たちは特に自分のルーツとかこう歴史みたいなものを学校では習うかもしれないけど、そこから来る人が多分すごい少ない気がしてるので、そこもあるのかなと思います。女相撲がプロレスの起源になったっていうのを私もこの映画に関わってから知ったりしたので、この映画を機会にあったっていうことを知ってもらえたら嬉しいなと思います。Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de Suzuki Keno Uso? すごい。クリスタ、鈴木の嘘は家族のお話で、私はお父さん、お母さん、兄ちゃんがいる中の鈴木の長女の役をやらせてもらったんですけど、お兄ちゃんが引きこもりで、そこから自死をしてしまうところからお話がスタートする話で、お母さんがその自殺をしたショックで、兄が息子が死んだショックで記憶を失ってしまって、それに対して妹とお父さんが嘘をつくところからお話が進んでいきます。テーマは重いんですけど、そこを少し喜劇の要素を入れているのが、この映画はすごく特徴的で、そこがただただこうしんどい映画とは違って、こう、なんでしょう。ちょっとクスって笑っちゃう部分がある、素敵な映画です。Vous avez remporté deux awards de meilleur espoir l'année dernière. Quel effet ça vous fait? そうですね。賞を、新人賞をいただくのは、東京国際映画祭が、その時が本当に初めていただいて、なんでしょう。すごく月並みですけど、嬉しかったですし、だけど、すぐにやっぱり感じたのは、一緒に映画を作った皆さんともらった賞だよなっていうのはすぐに思って、だから、なんでしょう。作品が一つきちんと評価をしていただけた形なんだと思ったら、なおさら嬉しかったです。Est-ce que vous vous sentez proche des personnages que vous interprétez? そうですね。私は今のところどの役もすごく自分に近い部分を持っている役が多くて、その菊戸ギロチンも鈴木の嘘も自分の字をすごくにじませてもいいっておっしゃってくれる監督とご一緒してるので、近い部分をすごく多く感じてます。Quelle est votre plus belle expérience sur un tournage? そうですね。人との出会いが一番あるかもしれないですね。なんかこう、撮影でご一緒した時にやっぱり、先輩方というか、自分がそれこそ生まれて生きてきた年数ずっと女優だったり俳優役者さんをやられてる人とご一緒して、だけどそういう方たちみんな気さくなんですよね。ずっとは少し特殊な世界にいるけど、すごく気さくでフラットというか平らな部分を持っていて、なんかそういう方とご一緒できたのは多分私の中ですごく経験として大きいと思います。
si l'opportunité de devenir actrice ne s'était pas présentée, quel autre métier vous auriez aimé faire? そうですね。多分本当普通に就職か大学を出て就職活動をして、うん、会社員とかに普通になって毎日電車に揺られて仕事をしてっていう日々を多分過ごすんじゃないかと。そういう道も絶対あったと思うので、なんかこのお仕事を始めて、年々思うのはやっぱり何が起きるかわからないんだなっていうのをすごく思います。Comment comptez-vous orienter votre carrière? やっぱりまだ全然経験がないので、やったことがないものはどんどん挑戦したいなとは思って。でもやっぱりこう映画っていうものも変わらず携わりたいですし、基盤というか一番こう土台になるのは映画でありたいなっていう思いはあります。 Et c'est la dernière question. Est-ce que si l'occasion elle se présentait, vous accepteriez de jouer dans un film à l'international par exemple? そうですね、私はやっぱり言葉ができないので、そこはなんかこう一個大きな壁だなと思うんですけど、だけどやっぱり自分が海外の日本以外の国の映画を見て感動したり、すごく好きだなって思う映画に出会えたり、その瞬間ってすごく幸せだから、関われるならやっぱり関わってみたいですし、なんか見たことないものをもっともっと見たいなとは思うので、そうなりたいです。Merci beaucoup. ありがとうございました。ありがとう。